こんにちは、おはようございます。うるせえってことで、こんにちは、おはようございます。ただいま坊主が1週間続いております。なんで？わからない。誰のせい？胸を。この辺にチンコに乗ってる胸さん。この辺に。で、1週間坊主続いてて、はい、大体夏から秋になるとき、去年もそうだったね、この時期なんかあちこち回ってましたね、なんか釣れない、ね、釣れないよね。あの時は2週間釣れなかった、ねね、秋は巻物っていうから、9月入ってずっと巻物投げてて釣れなくて、結局なんかフロッグとかトップがバコバコ出だしたり、それが多分10月、9月後半から10月前半ぐらいかな、なのでどうしましょう、どうしましょう、あそこ行こう。あの雨の日の後はよく行くリザーバー、もう任せるよ。そこ行こうか。ちょっと時間かかるけど、ちょっと遠出してそこまで行って、ほいでちょっとチャレンジして釣れるかな。まあ今回のテーマはちっちゃくてもいいからバス釣ろう。そうだね、うん、1週間釣れてないから、やっぱ小バスでもいいからバスを釣ろうっていうテーマで、まあ頑張りますか、うん、小バスなら釣れるやろ。 あそこ結構さ、小バス割合も高いんだよね。でかいのも出るし、ルアーのサイズとかね、ちっちゃいワンも、あ、ちっちゃいワンも俺いいの持ってる。あー、この間買ったやつね。後で紹介する、うん、あれ紹介しよう、うん、ある。じゃあ行きますか。せーの、えいえい、おー、はぁ、釣れねえな。おはようございます。おはようございます。いい朝ですね。ほんと涼しい。寒いぐらいあったけどね。もうだってパーカー着ちゃうもん。言うても昨日台風やったけん。フィールドカルチャー、フィールドカルチャー。昨日台風でさ、昨日台風やったね。島渡る予定やったっちゃん。そうなのよ。島渡る予定でフェリー乗り場まで2時間半ぐらいかけて行って、欠航ですって。うん、で5時の便に乗ろうとしたら爆風ですって言われて、爆風ですって言われて、やめた、やめました、うん、で今日は素直にバス釣りに行きました。まあまあそんな感じで行きましょう、うん。で、調子悪い時、ワムワム、あ、そうそう、ワムワム、とりあえずいつものところに来て、で、調子悪い時はだいたいここに来るんだよね。調子悪い時にここだけ釣れるっていうことが結構あるから、ちょっと遠出してここまで来ました。そうね、簡単に行ける距離ではないね。簡単に行ける距離ではない。で、あそこの角がいつもいいから、ちょっと角にこれ投げて、うん、あとはちょっと頑張っちゃうとか、いろいろやってみようかなと。ビネスを投げますか。覗いたら逃げるかもしれない。そうだね、去年ここ結構いたけど、今年はいっぱいも見てないから。あ、めっちゃいっぱい大群がいる。めっちゃ大群がいる。今日も厳しいようだね。多分今日厳しいよ。これはもう足で稼ぐしかない ね。あんだけ飛ばす大群いて、うん、見向きもしなかったっていうか、なんかちょっとね、ピンチューってどっか行った。夏だったら食っとったかな。なんかキム、新しいリーグを作ったって？トライクウェーブ。トライクウェーブ。リズムウェーブとトライクヘッド。で、リズムウェーブのヘッドの部分を1センチ切ってる。ああ、切ってからひっつけたわけね。ちょっとちょっと、うん。ずれにくい。へえ。ずれ、あ、じゃあ、おお、でも釣れそうだ。いい泳ぎする？かなり。かなり？見る？あ、見る見る。透明だから。うん、そっちで見る。うひょー。あ、やっぱトライクヘッドってロールするね。もう一回投げて。うひょうや。でさでさ、うん、トライクヘッドの重さが2分の1なんですね。うんうんうん、うん、結構重いからフォールするとき余計お尻がプリ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 って。あ、フォールでもプルプルする？どうしますよ。うん、おお、あ、ていうかそんなフォール早いんだ。早い。じゃあ結構下のレンジも負けるか。ここ深いでしょ。うんうんうん、だから俺 PD リズム最近気に入ってて投げようと思ったけど、うん、深いレンジ負けないけど、それだったら負けるってことだ。深いから、いいよ。さあ、2カ所目です。2カ所目なんです。ここね、小バスが結構いるからね。キム君はライトリーグで、僕はその中からでかいのを探し当てるガバチョ君だ。モノスが結構張ってるってことは、人が人
人が入ってない。モノスが張って人が入ってないってことは釣れると。釣れてないと。バスが釣れてない。ってことは釣れると。釣れると。ってことは嬉しいと。こっちはちょっと濁ってると。いる？あ、いるいるじゃんいるじゃんいるじゃん。手前にいるじゃん。あー、めっちゃもうそんなの食わんやろぐらいのちっちゃいやつもいるね。でもやっぱ食い悪いね。そうだね。普通さ、あのジャポンってなった瞬間ビューンって突進してくるもんね。そういい時は。お、食った。おー、ナイスパース。ウィー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 よし、はい、ナイス。ウィーほら、このワーム500円。あー、500円シリーズだ。そうそう、500円シリーズ。最近さ、俺ら貧乏やけ重宝しようもんね。アイシャドウマイクロフリップ、このパッケージのやつ、500円シリーズ重宝しようもんね。でもさ、うん、500円パッケージをいっぱい買ったから結構な値段になったっていう。全種類買ったもん。なんかいっぱいあるよ。それがウォブリングだっけ。ウォブリング、ウォブリング、スーパーエビフォーミュラ配合、ウォブリングとワムワム、アイシャドウマイクロフリップ、フリック 2.8 インチかな、うん、全部買ったもんね。結構金かかったね。でも数はいっぱいあるね、うん、おい、おい、ちょっとさ、7時にここ着いて、はい、もう4時間経ちました。もう11時ですもんね。もう11時、4時間釣れない。釣れるけどちっちゃいんだよ。あ、そうそう、モッピーも2匹ぐらいチビ釣ったね。そうですね、10センチ釣りましたね。クルもチビ何匹か、3匹ぐらい。クルさんは？俺チビ狙ってねえもん。で、ちょっと4時間投げて、チビしか釣れてないので、はい、インレット見つけた。で、ここめっちゃ減衰してるから、いけるようになってる。見て、ずっと奥まで歩いていきます、ね、ここ全部水使ってたの、前。あ、もうこの辺ダメやったんですか、前は。ただね、あの上から見たらね、はい、いなかった。まあでも、ここ周辺、やりますか。やりましょうか。おりだわり。なんだよ、これ。雰囲気めちゃめちゃいいけどな。うん、キム今ドーン、ドーン、ドーン、来た、来た、わーい、これ大きくない、このドーンのサイズじゃない。あんまりドーンじゃないね。はい、はい、ピンドン、ピンドン、次俺ゴミ溜まり投げ出して、お客さんピンドン入りやーす。おい、おい、ミネスロット、ベイルメイト、全然あ、くたくた、やったやった、お、でっかくはない。はい、リズムウェーブ、おえ、お、きた、くたくた、おーし、よしよしよし、でかいくはない。あ、なんだ、抜けた感じが、あ、ついてる、ついてる、おー、あげてあげて、イエーイ、取ってくれてた。イエーイ、リービルシャット、リービルシャット、ソルシャット、ソルシャット、あ、そっか。これね、あの草にか、あ、ウィードの中に隠れてたのかな。あ、そういうことかな、うん、かわいいね、綺麗ね、やっぱリザーバーのバスって綺麗よ ね、 ね、うん、何の病気もついてないもんね。釣れたね、まあ、釣れたね、釣れた、釣れたは釣れた、まあ、もともとちょっと一匹でもいいから、ちっちゃくてもいいから釣果を上げよう作戦で、うん、でもやっぱでかいの釣りたかったな、釣れなかったな。なんでも小バスだけやったら8匹ぐらい釣ったんじゃない。そうね、カメラガイドも結構ちょいちょい釣ったもんね、謎のカメラマンが、謎のカメラマン3匹ぐらい、ソルシャット爆釣しよったね、もっと釣りよったら5匹ぐらい釣ったか、4釣った。僕はドーンで、ドーンと、あ、あの500円ワーム、あ、500円ワーム、あ、それちょっとね、俺ね、ほんと貧乏に優しいのでね、ちょっと紹介したい、貧乏に優しい500円ワーム、このパッケージのやつ、アイシャット、うん、これ俺今お気に入り、ワムワム、うん、で、あとマイクロフリックとフリックシェイクがあるのかな、これおすすめ、うん、500円、まあそんな感じで、うん、まあ、釣れたからいいんじゃないでしょうか。なんか今日なんかね、気温がね、気持ちよく、気持ちよかったね、今日ね、なんか釣りしてて気持ちよかったね、のんびりなんかできた、うん、じゃあ帰ろう。
おいじゃありやした。皆さん3忘れようですよ。お